チョコちゃん。はい、今ですねレストランでやっとオーダーできました。やっぱりね、あのね、この方たちの英語がどうやらね、俺の日本語じゃねえ、中国語がダメすぎる。で、頼んだのが何が来るかね、正直ちょっと分かってないんですけど、多分ね、このビーフを使った何かが来る。俺ね、食べ放題だと思って聞いたんだけど違ったっぽいんですよね。俺が思ったのは、このこれを俺らが好きに取ってなんかこう食べるみたいな感じかと思ったらね、ちょっと違かったっぽい。でもやっぱそんな気がすんだよな。一生懸命中国語で教えてくれるんだけど分かんなくて迷惑かけちゃいました。ちなみにね、このお肉はね、カエルのお肉だそうです。これは多分あの鳥の足だろうね。いや本当に優しい人たちでよかった、ありがとうって感じ。みんなが俺を見てる。いや助かった。値段はね、51元、ちょっと日本円で計算できなかったんですけど、まあまあいいかなっていうぐらいの値段だと思ってます。やはり俺の読みは正しかった。あそこのものを取ってここで鍋としてやると俺は思ってた。そしたら店員さんたちが丁寧に教えてくれたんだけど違くて、俺はすでにこれを頼んでいて、で間違えて取っちゃったもんだから、それも今お金払ってきました。まあ経験ですよね。ああ、Thank you、 シェシェ。やっぱり中国語を勉強してきた方がいいですね。私は取って食べるシステムだと思うじゃん。そしたらこれはこれで別だったみたい。まあでも早速なんで食べてみたいと思います。待てないな。あ、なんか来たな。あ、Thank you。早速なんで食べてみたいと思います。やっぱりちょっとね、ビデオ撮ってる人が珍しいっぽくて見られますね。あ、いただきます。美味しそう。中華が好き、まあ、こういう中華はまあ日本では見られないよね。あ、めっちゃパクチー入ってる。めっちゃ見られてるし。うん、Thank you。 おいしい、うん、ちょっと辛いけどおいしい。うんうんうん、味が濃いな。濃いのが好きなんだね。うん、この中国の米って感じがまた海外に来た感じがしますね。ずっとね、あのおじさんとかがね見てるんですよ、こっちを心配そうに。美味しいかな、大丈夫かなって優しいですね。うん、なんか俺が困ってたら飛んできてくれるしさ。やっぱり、うん、俺は中国語を学んでくるべきだったと今更ながら思いましたね。おいしい。うん、味付けは割と濃いめですね。で、やっぱり水とかはあのお茶とかあるんですよ、あったかい水とかはね、あのセルフサービスじゃなくてここに買って飲むスタイルみたいです。ね、今日なんか時間がなのか知んないけどあんまり人がいなくて、めちゃくちゃ店員が俺を見てます。 1,2,3,4、 まああっちにもいるから5人ぐらいかな、映せないけど見てます。めっちゃ見てる。いやでも美味しくてよかった。普段あんまりパクチーとか食べないんですけど、これパクチーのことをカメムシの化身って呼んでますから。でも美味しい、味付けもいいです。唐辛子が入ってるから、まあ、少し辛いけど超辛いってわけじゃないですね。一人なんか若い男の子が少しだけ英語わかるみたいで、なホットとかコールドとかそういうのがこう組んでくれて、これはこうだよああだよって説明してくれましたね。まあ日本語しか喋れないけど、あのアプリでさこう押してる間喋って中国語にしてくれて、中国語で日本語にしてくれてとか、まあ俺英語で喋ってるから英語で返してくるんですけど助かりますね。だから次もまたね、もう一個ね料理がね僕が持ってっちゃった分があって、なんかねグラムで
あれしてるみたいですね。僕なんか控えめにちょっと持ってったんですけど、38弦でこれが751、これが51だったんですけど700円ちょっとぐらい、うん、だからまあそんな超高いってわけじゃないですね。電車賃が安すぎるんですよ。だからでも気使ってスプーン持ってきてくれたのかな、俺箸使えるのに。おいしい。僕が乗せたその食べ放題だと思って乗せたやつが今来ました。これ鍋にすると思ったんだけど、こういう感じでこうスティアフライして持ってきてくれるというシステムみたいですね。なるほどね、面白いシステム。これもじゃあせっかくね食べてみたいと思います。鍋だと思ったんだけどな、めっちゃ見てんだよねマジで、おじさんたち心配そうに。あ、まあなんか中華っていうかなんだろうな、これ味付けがまあ日本では食べれない独特な香辛料の味。全部だからフライにすんだ、フライパンで。うん、なるほどね、グラム量りであとは調理やっとくよみたいな。うん、美味しい。多分これは豆腐的なやつ。これはね絶対残して帰れないね、これは。なんかこの、なんだろうこれって思ったら、多分レバーだと思うんですよ、チョコみたいな。違う、見て、豆腐？黒い豆腐？食感がでも豆腐じゃねえ。これなんだろう、これなんか超気になる。この黒いやつ、おじさんが見てる、あの観葉植物の隙間から見てるんですよね。かわいい。うまい。うん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 、うまいうまい。面白いシステムですね、全くね、見られてたでしょ。また変な人なんですよ、だから多分飯食いながらさビデオ撮ってんだもん。そりゃそうだよね。本当にこれだけが何、この正体だけが何なのか分かんないわ。帰る時に聞いてみようかな、うん、忘れてなければ聞きたいと思います。なんか他にもね、もうちょっと謎のものを取ればよかったな。面白くないですか、でもグラムであとこっちでやっとくよみたいな。で味付けは聞かれないっていうね。さっきあんだけ辛いとかなんとかだとかっつっていろいろ言ってたのに、これだけに関して何にも聞かれなかったですかね。渡して終わりみたいな。ちょっと今日は今日の反省も踏まえてホテルで中国語を勉強して明日に備えたいと思います。全部食べれるかな、ちょっと不安なんですけど頑張ります。おいおい、やめてくれ、俺を捕まえるのはやめてくれよ。あ、どうしよう、あ、もう息が出ない、これはもう無理だ。あ、多分少しだけでもいいんだ、酸素を。そうそう、お、お前も捕まったのか。俺と同じだな。